はい、おはようございます。今日は先週に続きましてこたつの今日はタを描きます。このあたり、あ、そうですね、中心をこうやって描いておきましょうか。これに対してこう置きますね。で乗っかってます、中心線乗っかってます。でこの辺ですね、これ斜めのラインしっかりとね、ここの角度、そしてここを開けるような感じで横へね、子みたいにこう下がってきちゃいけません。こう横に引きながら徐々に太くするような感じだから、こう上がってるわけじゃないんですよ。これ太くなってます。そこでこう来てこうで、その時に、下が揃う、それからこのラインが出ると美しいですね。それでこちらに対してこちらがあるような、こう同じように開いてますね。そういった関係を作ること、その時ここがね、やっぱ下に落ちたりすると綺麗じゃないので、地面はねこうしっかりと同じ高さに揃えましょう。でこれの元となっている字はこの太いという字、こちらはですね、こうやって見ると分かりやすいですか。1,2 ってありまして、ここちょっと短めですけどね。で点がこうやって大きくなってますね。こういう風に崩れていきます。で今日はピシッと子供向けな感じで書いてみました。鏡文字でも使うかもしれません。皆さんよく見といてください。はい、失礼します。